い、クムソ、あ、口来たと思います。今日はですね、ASA を運営しているワイルドカードの親会社スネイルゲームズですね。ここの決算発表をみんなで見ていきたいと思います。一応1年の半分、2024年の半分はね、今決算出てますので、成績表ですね、どのくらい儲かって、どのくらいお金が残ってるか、できるだけね、わかりやすく分解してみんなと共有していきたいと思いますので、早速本日も口、行ってみましょう。1つ目、スネイル決算。2つ目、Q2 絶妙に弱いそして最後にまとめやっていきたいと思います。という感じでですね、まず一つ目にスネイルゲームズの決算という形で、今回やるのはアークを運営しているワイルドカードっていうドリーとかがいる会社があるんだけど、その上の親会社スネイルゲームズという会社の決算の、あの内容です。で、あの基本的に親会社なんで、まあ、一心同体かつスネイルゲームズの主な収入源はアークです。アークがもうあの柱です。なので基本的にはアーク以外はちょっとですね、売れてないですゲームがなので、まあ、その、あの前提で、まあ、アークと一心同体っていうようなそんな感じに、ね、なってるので、まあ、それを前提にじゃあイコールアークの、まあ、あのお財布事情になるよねっていうところになります。親会社のスネイルゲームズはね。なのでそこをね今日は見ていきたいと思うんですけど、まず期間はですね2024年4月から6月までの3ヶ月間、まあ、第2四半期と呼ばれる1年を4分割した2個目ですね。で、まあ、クォーター2みたいな言い方もするんだけど、あのパイロメインが出て、スコチが出て、センターも出てるって感じで、スコチで DLC で、センターでパイロメインの DLC で、まあ、ボブズ・テイルとあのパイロメインが初登場したタイミングの、この決算のタイミングのその集計だから、結構ですね、俺は楽しみにしてた。で、まあ、結論から言うと、あの弱かった。あの多分結構厳しいっていうか、まあ、かなり厳しいかな、かなり厳しい状況だったので、まあ、パイロメインとあとはボブズテイル初出しでこの程度かきちいみたいな感じだった。なので相変わらずやばそうな、ギリギリで生きていたいアークさんになっております。はい、という感じなんで早速ではありますが、 Q2 絶妙に弱いという形でやっていきたいと思うんだけど、あの一応これ毎回ね最近やってるんだけど、あの前提条件として別に俺大学とか出てないし、あと経済別に詳しいわけじゃないので、まあいつも通り皆さんぜひ何かあったらコメントでいろいろ、なんかこうだよとか、これ違うよとか、これはこういう風な多分解釈とかあるよとか、多分これはこういうことだよっていうのあればぜひねコメント欄で教えてください。で、基本的にあのチャット GPT さんを使って、チャット GPT 先生の、元いろいろ分解して情報を収集してます。チャット GPT 先生勝手に翻訳もしてくれるからね、あの英語 の、 あの決算表しかないから基本的には。なので、まあ、アメリカ の、 あの上場企業だからねっていうところなんで、まあ、そこをね見ていきたいと思いますが、そんな前提条件でさえで、まずなんだけど、実は売上はめっちゃいいんだよね。売上めっちゃ良くて、前年比 118% 増なのでめっちゃ増えてます。なんならあの去年の同じあの期間はあのマイナスっていうか、その赤字でした。これが黒字に転換して 31.5 億で、一応ね円に直してるから、あの端数とかは超ざっくりなんだけど、とりあえず31億ぐらいプラスなんですよ。なので実は売上高が結構いけてる感じでした、まあ、ただその市場予測っていうのがあって、実はそのある程度この会社でこの規模でこういう売り上げをずっとやっているのであれば、おそらく次の売り上げ予想はいくらぐらいになるでしょうっていうようなアナリストの予想があるんだよね。まあ、その株価をあーだこうだ言うやつらがいるんですよ、あの専門家で。で、彼らが結構アナリストが予想するんだけど、その予想に届かない場合って黒字である程度売り上げ高くても株価下がったりするんですよ。あの結局求められてる、なんていうの、売り上げボリュームに届かなかったらだいぶきついよねみたいな、まあ、黒字は黒字だけど、例えば、まあそのね、バイトをしましたみたいな、バイトをして10万円ゲットしましたみたいな、10万円黒字ですみたいな、超単純計算ね。でも結局その家賃に5万円かかって、携帯に1万円かかって、その他もろもろで結局手元に残りませんだったら、売り上げが足りてないっていうか給料足りてないじゃん、完全にその生活費で全部給料ゼロになっちゃうんだったら、貯金もできないだったらっていう感じになるから、そうなると会社も一緒で、結局
その売上ボリューム的に次のマップの開発費用、次のいろんな展開の開発費用とかいろんな広告費用とかいるから、そのカツカツの利益で売上で出してもそれは別になんか評価別に高くないよっていう形なので、まあ、そこがちょっとねポイントになってて、で実際問題じゃ あのアークどうかっていうと、あの10億円ぐらいあの予想から下回ってますあの予想が 41.7 億なんだけど実数字が 31.5 億だから、これあのここでちょっと残念ながらちょっと久々の黒字でおってなったんだけど、残念ながら非常に数字としては黒字なんだけど弱いなので、非常にまあ厳しいかなっていう感じ。見た目はなんかまあ悪くないんだよ、見た目は悪くないんだけど、だ前年比110何パーも上がって、であの前年比赤字だったものが黒字になってるからっていう感じになるんだけど、なんだけどっていう、そこに、なんか注釈が入ってる。であとは利益もちゃんと黒字だから出てて、純利益が 3.4 億で出て、前年度の同じ期間はマイナス 6.2 億だったから、かなりここはすごいなんていうかな、正常化してるというかステップアップしてるんだけど、なんだけどっていう形ですね。でその結局さっきも言った通りアナリストの予想と比べて結局かなり乖離してるから、まあ、黒字は黒字でいいんだけど、結局それそのボリュームだとその金額だと足りてなくね、君の会社規模だとっていうような感じになってるんですよ。で結局その1株当たりの純利益というものがありまして、そのまあこれはもう分かりづらいんで単語として見ていただきたいんだけど、 EPS っていうのがあって、その EPS っていうね、全体の利益を全部の株の総数で割る、まあ、株価とか関係ないだから利益に対して全部の株の総数で割り算するんだけど、それが1株当たりの純利益っていう形で EPS っていうんだけど、それがね予測が24円が8円なのね、めっちゃ下回ってるって形になってます。でここら辺とかも結局響いてるので、それ利益とかがまあ多少出てるけどっていう感じなんだけど、結局なんか予想がまあめちゃくちゃ下振れしたっていうところになるから、で結論これどうなったかっていうと、結局株価が上がんなかったんですよ。で話を巻き戻すと、もともと株価が1ドルをずっと下回って、そのなんていうの、日本円で言うと100円を下回ってる感じ。ちょっと1ドル100円でちょっと話すよ、分かりづらくなるから。1ドル150円とかで言うとめっちゃ分かりづらくなるから、体感100円を下回って何十円っていう、その10円の単位になってしまってるのね今。でこれっていうのは上場廃止、お前もう出てけみたいな、上場会社としての資格ないからもうお前船降りろみたいな感じに言われるラインなのね。でこれは基本的になんか180日間猶予があって、その間に1ドルに戻らなかったらもう完全に上場廃止にさせられるみたいな感じなんだけど、なので結局こうなると信頼もなくなるし、お金も借りれなくなるし、資金がショートする可能性が多く存在するみたいな、結構危険が危ないみたいな感じなんですよ。なので信頼を完全にゼロにしないためにも、まあ、ここで上場廃止になったら完全にゼロになるから、それをしないためにもいろんな対策を打って、そこで、まあ、利益を上げて株価を上げようとしているんだけど、結局、まあ、その見た目はいいんだけど利益は多少上がってるんだけど、なんだけど、まあ、大きく差が出てしまっているっていう形なんですよ。っていうのが結構そのね、見た目はいいんだけど結構厳しいかなって形にはなってます。であと気になったポイントで言うと、あちなみに俺が気になったとかじゃなくて、チャット GPT 先生が気になったポイントで言うと先生がね気になったポイントで言うと、負債がなんか多いわこの会社っていう話が出て、どういうことかっていうと、負債が今の段階で 109.5 億あります。で前年の同じ時期だと 116.3 億だから、まあその借金は減ってる、負債だから借金ね、ニトラドのサーバー代を払えなかった ASE の最後のとことか、まあ、これ払い終わったのか知らないけど、まあ、とにかくなんかいろんな面での借金で、この話で言うと借金がその売上規模とか利益規模の観点から比較するとちょっとでかすぎるっていう、あまりに負債が大きすぎる。例えばさ、その車買ったりとか家買ったりとかさするときとかも、だいたいみんな借金して買うじゃん、ローンで。
でその時銀行からお金借りようとか、なんかまあ何かしらのローンでお金借りようとする時にローンが下りないとかいう話よくあるじゃん、まあ、あの車とか家とか買う時に、で違う銀行とか行ったらローン通ったぜみたいな、まあいろいろ話あるじゃん。要するに借金をしたいんだけど、あなたの年収ではこのローンこの借金はなんていうの、身の丈に合ってないのでちょっとお金を貸せませんっていうような話があるんだけど、それに似たような形ですね。このスネイルの規模から言うと、あなたのこの売上と、まあ、利益から見ると、今回のこの、まあ、なんていうんですか、借金の数っていうのは非常にちょっと、大きすぎるので、まあ、ここに関してはかなり、まあ、良くないですよという、数字的にかなり、まあ、危ない数字にはなってます。危なすぎて、スピノと、リーパーがスタックしましたという感じで、本当に危険が危ないです、はいっていうところになってます。なのでその身の丈に合ってない借金をしてるみたいな感じ、まあ、なんかさ、免許取り立ての19歳ぐらいの高卒の子が急にクラウンとか田舎でヤンキーとかよく買うじゃんああいう感じっていうところなんで、まあ、別にクラウン買うのは悪くないんだけど、ただそれって自分の首をめっちゃ絞めるぜっていう、そんな感じにはなってますね。なのでそこら辺とかがかなり、まあ借金の数字が、金額が、まあ、身の丈に合ってない大きさですよね。これは非常に懸念ポイントですっていうのが、まあ、言ってた形ですねっていうところですね。なので今回の成績表ですね、決算表の、まあ、成績表という形で見るとどうなってるかっていうと、まあ、確かに前年の同じ時期から比べると成績は良くなった、赤字から黒字になったから当然良くなったけども、結局みんながあなたの規模で売上はこれぐらいないと、まあ、成立しないよねみたいな、上場企業でこれぐらいの、なんていうの、タイトルのゲームを持ってで社員がいてみたいな、そんな中でこれぐらいの売上規模だとあなた方は、まあ、なんていうんですかね、未来があんまり明るくないですよっていう形になってます。で市場の予測、まあ、アナリストとかの予測から比べると非常に下回ってる。結局さ、株やってる人ってある程度アナリストの予想とかそれをさ織り込んで買ったり売ったりしてたりするから、まあ、その中でなかなかですね難しいところがあるんですよっていう感じなので、まあ、結構ですねそれによって、まあ、なかなか難しいような現状になってるかなっていう、そんな形ですね。まあ、本当に黒字化してで利益も前年度比で結構上がってるんだけど、見た目は悪くないんだけど中身がちょっと厳しいって感じかな。本当に結局あなたの手元にお金あんまり残ってないですよねっていう、そんな感じにはなってますね。でちなみに言うと今話をしている決算の中身っていうのがその第2四半期クォーター2っていう形で4、5、6で、すでに1、2、3月の分は出てるんだよね、決算が。でその、まあ、1、2、3月と4、5、6の、まあ、1年の前半ですね、クォーター1と2合わせるとどうなるかっていうと純利益ね、一応現状としては、純利益7000万っていう形になってます。7000万ですねっていうところなので、まあこれでまあお金が多少余裕ができた風にはちょこっと見えてるっていう、そんな形になってます。結局のところ懸念点として海外のそのなんていうの、ヤフーファイナンシャルみたいなサイトがあって、その投資のいろんな情報がバーって載ってるサイトがあるんだけど、そこで懸念点が、まあ、さっきの一株あたりの利益とかいろいろあったんだけど、その中の一つでアクティブユーザー数が減ってるっていうのがかなり懸念ポイントで、あとは今回のなんていうの、利益っていうのは確かに見た目がいい、前年同期比 118% 上がってるから、さっきから言ってる通りに、まあ、黒字になって比較的良さそうに見えるけど、アクティブユーザー減ってるプラス DLC2 個ぶち込んだ結果でこの、まあ、状態だから、結局最初にボブズテイルが出ましたっていうスコーチドアースリリースのタイミングも入ってるし、センターでパイロメインで、まあ、盛り上がった時期も入ってるから、パイロメインと
あとはボブズテールの2つの DLC の初動の一番、まあ、初動が一番大きいからね、大体初動の2つの DLC の売り上げがドンって乗っかっても市場の予測、アナリストの予測には全く届かなかったっていう話なんですよ。なのでここら辺が結構やばいんですよ。この一過性の単発の売り上げを頑張ってこの3ヶ月間集めても市場の、まあ、期待値から大きく下回ってしまったっていうような状況。じゃあ次の3ヶ月の間でなんか DLC やりましたっていう形なんだけど、まあ、7、8、9なんだけど、7、8、9が次のクォーター3になるんだけど、まあ、ないじゃん。ボブズテイルがアベレーションであの追加で売れたぐらいの感じじゃん。なんだけど残念ながら俺結構あのウォッチしてるんだけど、ユーザー数ってめちゃめちゃ減ってるのね。めちゃめちゃ減ってて、であのアベレーションが出て、まあ、2週間ぐらいであの ASE にまた人口抜かれたんですよ。一応出たすぐはアベレーション、まあ、あの ASA の人口の方が上だったんですけど、そっから、まあ、そのまともにプレイできないよねって環境で人口が急落してしまって、で、まあ、2週間ぐらいで下回ってしまったので、そこら辺で、まあ、結構次の、まあ、クォーター3はまた赤字になるんじゃないかなっていう風に正直感じてる。本当にパイロメインとあとは、まあ、そのボブズテールの初動で、なんならプレミアムモッドも数億円の売り上げがあったんだけど、それ入れてもあの市場からの期待値からは結構あの下回った、下振れした結果になってる。しかもその効果がもう株価に如実に現れていて、一切1ドルまで復帰しないっていう感じ。もう75セント前後をうろうろしてるっていう感じなので、まあ、かなり微妙な形にはなってるよねっていうようなのが今の、まあ、残念な現状にはなってるかなっていうふうに思います。でさらに言うと、その身の丈に合ってない借金、めっちゃ借金がその売上規模に対して多いっていう話なので、まあ、そこを考えると、まあ、さらにネガティブ要素があって、まあ、結局それで株も買われずに、まあ、あの1ドル復帰とかしなくて、まあ、マックス50セント台ぐらいまで落ちてたんだけど、一応そこから75セント前後までは復活してるんだけど、1ドルが本当に遠いっていうような形にはなってますね。なのであの結論、まあ厳しいです、本当に厳しいです。であとはね、ちょっと調べてる中でんって思ったのがあって、これはちょっとね今後もうちょっと調べて、あのまた別の動画でさらに詳しく話をしようと思うんだけど、あのコストがやたら増大してたのね。コストがやたら増えてて、前年同期比なんか 40% ぐらいその開発費用とかマーケティング費用があの増えてんすよ。売上原価とかそこら辺のコストがなんか 44% ぐらい増えてんすよ。でこれなんだと思って見てたんですけど、でマーケティングはさ、あのしてないじゃんCM とか広告とかさあんま見ないじゃん。でまあたまに見たりすることもあるけど、まあ、あんま見ないしみたいな。でなんなら海外の人とかもこれに文句言ってる人とかもいて、あなんか広告費が増大してるとか言うけど見たことないけどみたいなっていうアメリカ人が言ってたりもしてるんですよっていうような状況ですね。なのでおそらく開発費が高いんじゃないかなと、コストが上がってるんじゃないかなと。でもなんか別になんかアークの品質悪いけど、じゃあどっか別のところで人員を雇って使ってるんじゃないかっていう話が出てて、それがなんかずっと話が出てるプロジェクトヘルメスっていうやつ、あの一応あのスネイルゲームスが完全新規で出すスターフィールドみたいなゲームっていう感じで、これちょっと調べたらAAA であの作品の規模自体が、かつ3年以上の開発期間っていうところがかなりこれ気になって、やっぱこれでだいぶ金食い虫でアークの利益こいつで食いつぶしてんじゃねっていうのがあって、多分もしかしたらアークの方に金回せてないのはこれかもしれない。だってさ PVP サーバーも閉めるんだよ、まあ、多分コスト削減したいだけなんだよね、あの見るからにっていうのが透けてるから、まあ、そこを考えるとおそらくまあ多分懐事情は厳しいと。じゃあなんで厳しいのかっていうと、まあおそらくそこら辺でもうずっと3年前から金食い虫がいて、でもこれねマジやばいのが、
なんかね、あの8月に出すって言ってて結局出さなくて、しかも公式ツイッターのフォロワー数がなんか百何十人みたいな、ワイルドカード の、 あの新作ゲーム、要するにアーク系列の新作ゲーム、まあ、例えばドラクエがスクエニであるじゃん、でドラクエ作ったスクエニがなんか新作の同じような RPG 作るらしいよって言ったらさ、まあ興味は向くじゃん普通。まああの同じなんだよね、あのアークっていうオープンワールドのゲームを作った会社が新しいオープンワールドのゲーム作るらしいよっていう同じような話なんだけど、やばくない120何人とかフォロワーが、全世界で何千万人ってアークユーザーいてこれだよっていう話なんですよ。なのでそこを考えると相当こいつあの戦犯じゃないかなと思ってる、このザ・スターズっていうやつ、フォー・ザ・スターズっていうあのスネイルの新作ゲーム、これはめちゃくちゃ俺戦犯じゃないかなっていう風にちょっと思ってる。結局さ、俺らはアークが好きで、俺もアーク大好きだからアーク楽しくやってんだけど、 ASN だってさマジでさ終わってるから、品質とかなんかねそこら辺が、金だけつぎ込ませるけど品質が伴ってないから楽しく遊べないじゃん、まともに。なんか本当に頑張って頑張ってやんないといけないから、バグに負けずねそのなんかゲーム性で頑張るじゃなくて、バグに負けないように頑張るゲームだから、もう今はもはやっていうところなんで、今回かなり売り上げ良さそうに見えたけど、利益も出てるんだけど、全体的な観点で見ると、まあ、かなり評価は低い、かなり評価は低いらしいですね。でそれが証拠で、まあ、株価が全く上がってないっていう形にはなってます。なので本当に、まあ、見放されてるって感じかな、市場からは。で結局、まあ、経済のプロが投資家たちが見て、まあ、なんかこの会社なんか儲かってねえなみたいな、普通はさ、例えば株価が低いとお得だなって言って、この会社こんなに利益上げててこんないい会社なのに株価こんな低いなんて超お得じゃん、買おうってなって、あラッキーラッキーみたいな、バリューみたいな感じ の、 やつもあるんですけど、そういったのにも引っかからず値段相応 の、 会社の価値なんか70円50円ぐらい の、 株価みたいな感じになってますので、まあ、残念ながらその一株、まあ、その雪見大福以下みたいなそんな感じになっておりますので、まあ誠に厳しい形にはなっておりますというのが現状だね。でそれを紐解くと、さっき言ったみたいな感じで、いろんな何て言うかな、荒が見えてきた、うわこれやばいよなみたいなのが見えてきたというところで、最後にこれを踏まえてまとめやっていきたいと思います。まとめとしては、死ぬな悪、生きろおい俺まだエクスティンクション遊んでないのに、エクスティンクションも遊んでないし、俺なんかフィヨルドとかやりたいんだけど ASA でっていう風に思ってるんですけど、スイッチ版はなんて言うんですか、ジェネシス 1,2 出して全てのマップを放棄して開発をやめたっていう実績もあるので、ちょっと PVP サーバーがいきなり閉鎖が大量に来たあたりでブルリ始めました俺もっていうところなんで、現状としてはかなり厳しいと、数字的にも厳しいし、で第三者目線、そのアナリストとか市場の予測っていうものがあって、専門家が見るこの企業は健全な、まあ、今の状況と規模を考えて健全な状況になるにはこれぐらいの売り上げが予想として必要だよねに全く届いてない、売り上げ10億ぐらい届いてないし、で一番やばかったのがその1株あたりの純利益 EPS っていうのが結構大事っぽいんだけど、俺はごめんあんま分かんないんだけど、その EPS が結構なんかいろんなサイトで言われてて、ネガティブな点で、でそれが予想の24円を8円っていう形だから、まあ、だいぶ違うじゃん、24円と8円っていうのはねっていうところになるので、まあ、そこがね結構大きな問題かなみたいな形にはなってますね。なのでこれ要するに思い描いていた利益からめちゃくちゃ乖離してるっていうところで、売り上げはまあそのなんていうの、予想より下回ったけど、まあまあまあなんだけど、利益が明らかに低すぎるだよねっていうところがまず1点ですね。まあ、なんか売り上げはまあそこそこなのに利益が低すぎる、でコストが高いと、でなんかしょうもないゲーム作ってる可能性で、そこで利益取られてる可能性があると、コストで、でさらにもう一個の懸念点としては負債が高すぎる、あなたが借金をするには身の丈に合ってないローンを組んでませんかっていう、借金してませんかっていう、そんな話になってるというところなんで、その話を総合すると株価が上がりきれてなくて
上場廃止の危機がずっと続いてて、ずっと75セント前後を推移してて、もう本当に日本でいうと何十円の世界を漂ってるっていう感じになってますので、そういった中でまあ、厳しいよねっていう、そういう話ですねっていうところで、非常に危機は続いているという形で、しかもそのスターフィールドもどきみたいな新しい完全新作トリプル A タイトルかっこ笑いのフォーザースターズっていうゲームに関してはマジで終わってるから、多分どうせ誰も買わないから、ここまで話題にすら上がってないから、まあ、結局これ何が言いたいかってプロモーションとかやってないんだよね、完全新作トリプル A タイトルのくせに。トリプル A タイトル、まあ、トリプル A タイトル何かっていうと、要するにめっちゃ金かけて最新技術をぶち込んだすごく壮大なゲームですっていうことですねっていうところなんで、まあなんかそのなんていうの、例えばエルデンリングとかそういったのがトリプル A タイトルみたいな感じになるんだけど、そういったなんていうの、立ち位置で作ってるそのゲームを、なのでそれ相応の金がかかってる。だけど結局これだけ認知されてないのは、まあ多分アークの認知を使えばいけるやろぐらい の腹積もりで言ったら、全くもってスネイル嫌われすぎてて誰もフォローしないみたいな感じで、認知も進まず、かなり開発費用だけかさんで広告費用は捻出できずにずっと沼ってる。で売り上げも8月に出すって売るって言ったのに全然出せてないから、本当に沼りに沼ってるっていうような状況で金食い虫がいて、でアークはもうバグだらけでまともにプレイできず、でプレイヤーの意思とは違ったアップデート、反するアップデートをしてプレイヤーから反感を買い続けるというような状況なので、まあ、結局売り上げが、まあ、多少黒字にはなったけど、アクティブユーザーが減ってて継続的な課金が見込めなくなってくる、なんていうか、まあ、少なくなっていくっていう話プラス、あとはショットの金額のピークのタイミング、パイロメイン出した、でボブズテイル最初に出たっていう、この2つのタイミングが重なった3ヶ月なのにもかかわらず、金が全然その市場の予測と比べると、まあ、漏れてない、売り上げが立てれてないっていうとこなので、次の3ヶ月は結局 DLC が新しいの出てないから、アベレーションとかだったから、アベレーションも延期に延期だったから、なのでそこを考えるとかなり厳しいんじゃないかなというふうには思いますね。結構なんなら普通に赤字になりそう、次の3ヶ月はっていうぐらいのレベルなので、そういった形でかなりやばいような状況にはなってきてるんじゃないかなっていうふうには思いますので、マジで変にスネイル潰れてさ、版権がどっか行っちゃって、誰もアークを新作で作れなくなるというか、新しいねアークを開発できなくなるみたいな IP というか版権を、まあ、なんか持って死なないでほしいなとだけは思ってます、スネイルゲームズが、はいっていう感じなんで、一応ね俺もねなんか分からないなりにいろいろ調べて、なんかやった結果こんな感じでした。であとはなんか内部保留金っていうね、いろいろ使える貯金みたいなやつはなんか公表されてなかったっぽい、なんか前ねコメントでそれがいくらかあるかによって違うよねって言われたけど、ちょっとねなんかね出てないっぽい、いろいろチャット GPT 先生に調べてもらったけど、ただその予想としては借金ばっかり毎年毎年重ねてるから、直近2年間はなので、内部保留を貯める余裕がなかったんじゃないかなっていうので、しかもこんだけその借金の負債の額が身の丈に合ってないデカさっていうところなんで、内部保留はかなり厳しいんじゃないかなっていう、その見立てが立っているかなっていう形かな。なので結論やべえ一言にまとめるとやべえ本当に、うんっていうところになるので、かなり厳しい状況になっているので、結局のところ、まあ、チャット GPT 先生も言ってたんだけど、そのアクティブユーザーを継続的に増やさないと意味ないから、まあ、そのショットの金額だけで勝負してもこのざまだからっていうので、まあ、本当にユーザー数が勝負なんだけど、さっきも言ったけどユーザーに反感買うような調整とかなんかそういうことばっかしてるんで、まあ、なんか難しいっていうかやばいなみたいな感じで大変な状況になっている、まあ、アークの今というところで、マジで潰れるんじゃないかなって俺マジでちょっと怖い、本当にちょっとビビってる、マジで頑張ってくれって思ってるので、最後のラインだけは崩さないでほしいなっていうところで、ちょっとね本当エクスティンクションをリリースを最後に衛星開発中止しますみたいなスイッチ版みたいなものが最悪のケースとしては考えうるので、そういったのはマジでね勘弁してほしいなっていうところで、今日はこんなにしておきたいと思います。であとは経済詳しい人ぜひいろいろ
教えてください。あとはみんなのね、普通に、なんていうかな、感想とかもね聞けたら嬉しいなと思いますので、まあ、このさシリーズ結構さ俺が気になり始めたから勝手にやってるんだけど、ちょっとみんなのね意見としてはどうなのかっていうのも知りたかったりするので、まあ、ぜひね皆さんもねニュースのこういったちょっと小難しいバージョンどうなのかっていう意見とかもね聞かせていただければ幸いです。まあ、できるだけ分解してるんだけどちょっと分かりづらかったらごめん俺もそんな頭良くないから、そんな感じでね今日はこの辺にしておきたいと思います。マジで頑張ってくれアークドリー頑張る、ということでね、KTR ゲーミングはこんな感じで ASE の頃からアークの動画ね結構ね作ってますので、ぜひ皆さんねチャンネル登録と高評価でぜひ応援していただければ幸いです。そんな感じで今日はこの辺にしておきたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。